向山古墳は、三重県松阪市嬉野の下の小町小野町にある古墳。形状は、前方後方墳。国の史跡に指定されている。三重県中部、中村川普岸の丘陵端部板に築造された古墳である。1914年に主体部の発掘が実施されている。墳形は、前方後方形で、墳球主軸を東西方向として前方部を東方に向ける。 噴球は二眼蓄星。噴球表面では、吹き石が検出され、壺形カーラ家の出土も知られるが、埴輪は認められていない。主体部の埋葬施設は、広報部中央における粘土核一基で、棺の主軸を噴球主軸と遮光する。対象期の発掘では、副葬品として、粘土角内から鏡三面のほか壁玉製の車輪石、石駆炉、 筒形石製品などが検出されている。この高山古墳は古墳時代前期の4世紀後半頃の築造と推定される。周辺では本古墳の他にも前方後方墳として西山一号墳、筒屋一号墳、錆山古墳の築造が知られており、古墳時代前期の中、勢い地方の特質として理解される。 特に、これらの古墳が朝霞山周辺に分布することから、朝霞山を信仰対象とする在地性集団の存在が想定され、続く、古墳時代中期の大型前方公園墳の築造に、見える山王権への従属化と対比する説が挙げられている。古墳域は1975年に国の史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り、墳丘町に関して、 かつては71.4メートルという値が知られたが、現在では蒸気の値に修正される。1914年の発掘で検出された副装品は次の通り。車輪席、石釧路、筒形石製品は粘土角内量側壁から出土している。現在では鏡、車輪石、石釧路、筒形石製品は東京国立博物館で保管されている。 ありがとうございます。